正面入り口サンステーションテラス福山は、広島県福山市の JR 西日本福山駅、鉄道高架下にある商業施設である。通称、サンステ福山。JR 西日本グループの山陽 SC 開発株式会社が運営する。同施設は、JR 西日本のグループ会社である、山陽 SC 開発株式会社が管理するショッピングセンターである。 南北連絡通路を中心に東側に本館が西側に2番街がある。1975年に駅の高架化に伴い福山山東区としてオープン。2007年7月2日から高架橋耐震補強工事のため一部店舗を除き休業。その後、同年11月1日に現在の名称で全面リニューアルオープンとなった。また、 2009年4月1日には運営会社の合併により現在の管理者が発足した。このほか、駅前広場の JR 西日本所有地への増唱工事も実施されている。2019年より岡山一番街、サンステ、岡山、倉敷と共に利用できる電子マネーが順次拡充され、JR 西日本の愛子か、JR 東日本のスイカ、 JR 東海の都方総合利用対象の交通系電子マネーや各種クレジットカードに加え、ピタッパ、ID、クイスプ、ワオン、楽天エディ、ナナコとペイペイなどの主要コード決済が一部の店舗を除き利用可能となっている。駅舎に隣接した高架下のエリア。通路は屋外となっている。サンステーションテラス岡山、福山を運営する。 産業ステーション開発株式会社と岡山一番街を運営する株式会社岡山ステーションセンターが合併により産業 SC 開発株式会社が発足ご利用いただけるバーコード決済が増えました。産業 SC 開発2019年10月11日ありがとうございます。